まずは末端を長めに残しておいて、結び目に何かがあってもギリギリバックアップが取れるように結び目に巻くように一周巻きます。で、自分側にもう一周巻いて、2回巻いた状態で輪の中に末端を通して、なるべく根元でしっかりと結びを作ってあげます。最後末端また15センチ以上残して完成です。結び目の大事なところに長めに末端を残しておいて、まずは一周巻きつけます。で、自分側にもう一周巻きつけます。2つ輪っかができたところで、輪の中に末端を自分側から外に通して、結び目のなるべく根元でしっかりと留めてあげて、末端を15センチ以上しっかり残してあげます。結び目の大事なところに長めに末端を残しておいて、まずは一周巻きつけます。で、自分側にもう一周巻きつけます。2つ輪っかができたところで、輪の中に末端を自分側から外に通して、結び目のなるべく根元でしっかりと留めてあげて、末端を15センチ以上しっかり残してあげます。